フローニスワ・フゲレメクは、ポーランドの歴史学者、政治家。欧州中世史を専門とし、貧困、社会的排除を中心とする社会史研究で知られる。ポーランド科学アカデミー、欧州大学院大学、ナトリン校、コレージュド・フランスなどで教弁を取った。チェコスロバキアの民主化運動、プラハの春に対するワルシャワ条約機構軍の軍事介入を機に、 ポーランド統一労働者党を離党。レフ・バウェンサが率いる独立自主管理労働組合、連帯の顧問を務め、円卓会議に参加。ポーランド民主化運動を牽引した。共産主義体制崩壊後、外相として、ポーランドの北、大西洋条約機構及び欧州連合加盟に尽力し、欧州議会議員、欧州安全保障協力機構の議長を歴任した。 ブローニスワフ・ゲレメクは1932年3月6日、ワルシャーに生まれた。父は、オデッサで小規模な商店を営む経験が、ユダヤ人家庭に生まれ、市販学校を卒業。ユダヤ人共同体の精神的指導者であった。母は、ルブリンのイディッシュ語を話す、ユダヤ人共同体に育った。1940年、ゲレメクが8歳の時、一家は、 ワルシャワゲットーに送り込まれた。父と兄は逃亡を企てたが捕らえられてベルゲンベルゼン強制収容所、ついでアウシュビッツ強制収容所に送られた。収容所に着いた時に衰弱しきっていた父はガス室に送られ、生還した兄はニューヨークに亡命した。ゲレメクは母と共にキリスト教徒に救い出され、農家にかくまわれて生き延びた。 母は後に、このキリスト教徒と再婚し、ゲレメクもキリスト教団体の活動に参加したことがあったが、生涯にわたり断固として、政教分離の立場を貫いた。ポーランドのユダヤ人という、相入れない二つのアイデンティティについてゲレメクは多くを語ろうとせず、亡くなる前例に、いつか個人意思を語ろうと思うが、今はまだ不可能だ。自分がなぜ生きているのかわからない。考えてみるが、 答えが見つからないと話していた。戦後、当時の多くの学生と同様に共産主義に傾倒し、1950年にポーランド統一労働者等に入党した。ワルシャワ大学に入学し、マリアン・マオビスト教授の中性研究ゼミナールに参加した。子供の頃の記憶から解放されずに苦しんでいた彼にとって、学問は新たな人生の始まり、文字通り、 過去との決別であった。貧しい人々や、社会の周辺に生きる人々に関心を持ち、最初は14世紀のフランドルの都市における、社会闘争、ついで中世のフランス社会の最下層民について、研究した。1954年に学士号を取得した後、渡米し、国立学術文化研究機関スミソニアン協会に、学び、さらにフランスの高等研究実習院と、 ソルボンヌ大学に学んだ。高等研究実習院では、アナール学派のタイト・フェルナンブ・ローデルに支持し、ジャックル・ゴフと交友を深めた。アナール学派の年報アナール、経済、社会、文明に論文や書評を発表し、博士論文、14から15世紀のパリの周辺に生きる人々で、博士号を取得した。ゲレメクが好んで引用するのは、 英国の歴史家、エリック・ホブズ・ボームの社会史以外に歴史は存在しない。なぜなら社会には個人と集団、物質的生活と集団心理の絶えざる相互作用があるからだという言葉であり、また社会環境における人間の研究である社会史は歴史そのものであり、人間の問題に総合的に取り組むことであると述べている。ゲレメクはこの後、 民主化運動に参加し、政治家として活躍するようになってからも、並行して研究活動を続け、哀れみと縛り首、ヨーロッパ史の中の貧民、フランス・ワビオンの世界、カインの息子たち、15から18世紀の欧州文学における貧者と不老者などを発表している。また、1990年に在ポーランドフランス大使館でアナール学派のジョルジュ・デュビーと対談し、 歴史研究の方法や課題、歴史家の使命などについて話し合った。この対談は共通の情熱としてフランス及びポーランドで出版された。とりわけ、あれみと縛り首は日本語をはじめとし多くの言語に翻訳された。中世には修道院が慈悲と施しの精神に基づいて給品活動を担っており、製品の思想に示されるように貧困は美徳ですらあったが、 やがて都市が、給品行政を行うようになると、貧困は怠惰による悪徳であるとされ、貧者や不労者に対する抑圧、排除が始まった。最下層民は耳をそがれ、主人のものを盗んだ女性は生き埋めにされるなど、弾圧は過酷さを増し、1473年のパリ議会で、落印から追放刑までの貧者や不労者に対する刑罰が、体系化、制度化された。 すなわち、哀れみとほどこしの対象であった貧者が、統治権力の排除と取り締まりの対象に変わったので、あり、事前と弾圧という、この貧民対策の二面性を、ゲレメクは、哀れみと、縛り首という言葉で表現した。博士号取得後、1962年から65年まで、ソルボンヌ大学のポーランド文明センター主任を務め、 帰国後はポーランド科学アカデミーの歴史研究所で教鞭を取った。1986年にはアナール学派を代表する歴史学者で体独レジスタンス活動によりゲシュタポに銃殺されたマルクブロックに関する大規模な学術会議がソルボンヌ大学で開催され招待を受けて講演を行う予定であったがポーランドの国内事情により渡航できず 抵抗と希望のメッセージを送り、ジャックル・ゴフがこれを講演会で読み上げた。さらに、欧州大学院大学、ブルフヘ校で教育活動に関わった後、1993年にナトリン校の設立に参加した。欧州大学院大学、ナトリン校は後に、ブローニスワフ・ゲレメックセンターの協賛を得て、欧州文明、欧州史の優れた研究に対して与えられる。 ブロニスワフ・ゲレメク省を設立した。また、1992年から93年にかけて、コレージュ・ド・フランスで、社会史、排除と、連帯と題する講座を担当した。1968年、ゲレメクはポーランド統一労働者党を離党した。直接のきっかけは、一党支配の共産主義政権が一方で、ヒスターリン化を進めながらも、同年に、チェコスロバキアで起こった。 民主化運動、プラハの春に対して、ソ連主導で、東ドイツ、ハンガリー、ブルガリアと共に軍隊を派遣したためであった。もう一つの理由は、1967年の第三次中東戦争を機に、統一労働者等の主導で反ユダヤ主義運動が起こったことである。1970年代に、後に独立自主管理労働組合、連帯の指導者として、 自由主義政権成立後に労働大臣を務めた、ヤツエク、クーロン、連帯の顧問で、歴史学者のアダム・ミフニクを中心とし、ポーランド人民共和国に反対する、労働者用語委員会の知識人と接触を持つようになり、国公立大学を追われた教員が、個人宅で引き続き講義を行うための非合法、活動、移動大学を組織した。 さらにこうした地下活動を通じて、1980年8月に、グダニスクのレーニン造船書で、レフ・バウェンサが率いる労働者がストライキに突入したとき、デレメクは他の知識人らと共に、これを支持する文章を作成、発表した。統一労働者等の内情に通じていた、彼は、以後、バウェンサの顧問団に参加し、政府との交渉に尽力。 8月31日に政府と労組の合意協定が成立し、9月に独立自主管理労働組合連帯が結成された。ゲレメクはこれを解放の爆発によって突如長年の沈黙が破られたと表現した。だが労働者が次々と要求を突きつける一方で共産主義政府はソ連の圧力を受けて強硬姿勢を示すようになった。 1981年12月13日、統一労働者党第一初期ボイチェフ・ヤルゼルスキにより、戒厳令が交付され、連帯が、旧国軍事会議によって、非合法化され、指導者は逮捕された。ゲレメクも何度か逮捕され、通算2年半にわたって収監された。釈放後、ポーランド科学アカデミーを追放された、彼は、私立大学で教える傍ら、 アカデミーの図書館に通って研究を続けた。1980年代後半にソ連共産党書記長ミハイル・ゴルバチョフがペレストロイカを提唱、推進したのを機にポーランドの反体制八式人は再び民主化に向けた活動を活性化した。政府側は連帯を合法化し連帯を中心とする反体制勢力との対話を開始することにした。ゲレメクは 友人の政治家、タデウシマ・マゾビエツキと共に、連帯を代表して、円卓会議に参加した。この結果、任政議会、大統領制の導入、部分的自由選挙の実施、言論の自由の保障等に関する合意書が交わされ、ついで実施された総選挙により、他の東欧諸国に先駆けて、共産主義体制が崩壊し、民主化が実現された。ゲレメクはこの時、 会議員に選出された。1990年にマゾビエツキを中心として結成された民主連合に参加。引き続き1991年、1993年のポーランド議会選挙でワルシャーから選出された。アレクサンデル・クファシニエフスキ大統領政権下、1997年から2000年まで、イェジブゼク内閣の外相を務め、特にポーランドの北、 大西洋条約機構及び欧州連合加盟に尽力した。1998年欧州安全保障協力機構の議長に就任。カール大帝賞を受賞。2000年12月に外務省品格として来日し、河野洋平外相と会談。早稲田大学から名誉博士号を授与された。ポーランドの欧州連合加盟後の2004年に自由連合から 欧州議会議員に選出された。さらに、議長候補に押されたが、ゲレメクの得票208票に対して、スペインのジョセップ・ボレルが388票の、絶対多数を獲得した。ポーランドでは1997年に、公職につく者が1944年7月22日から1990年5月10日までの、期間の国家保安機関における活動もしくは勤務。 またはそれらの機関と協力したか否かについて、国民記憶機構への声明の提出を義務付ける浄化法が成立し、以後、その定義、対象が拡大され、とりわけ2007年に成立した改正法では、約70万人を浄化対象者とし、新たに対象とされたジャーナリストや、知識人を中心に厳しい批判と、市民的不服従の動きが広がっていた。2007年、 ゲレメックが情報開示法に基づく浄化声明の提出を重ねて拒否し国家選挙委員会が声明の不提出は欧州議会議員の地位の喪失をもたらすという態度を示したために欧州各国でゲレメックを支持する声が上がったハンスゲルト・ペテリング欧州議会議長にゲレメックの地位喪失の通知を提出したポーランドのルドビク・ドルン会議長は 状況は私にとっては明らかだが、このように国際的な反響を呼んだ以上、全て法に従って行われたことを誰にも疑われないような対応が必要であるとし、ペテリング議長と非公開の会談を行った。ゲレメクは、この情報開示法は民主主義の欧州では受け入れが与たい現行のままでは道徳規則に違反し、言論、報道の自由、報道機関の独立性、 大学の自治を脅かすと説明した。ドイツのマルティン・シュルツ議員は人権侵害国の欧州理事会での投票権の剥奪について定めたニース条約第6条、第7条に言及した。5月11日、ポーランドの憲法法廷は浄化法改正法をその大部分において違憲とした。2006年、アンリ・リー・ベンの意思を継いでスイス、 ローザンヌ大学内欧州ジャンモネ財団の代表に就任した。欧州ジャンモネ財団は欧州統合の父ジャンモネが設立した学術機関であり、モネをはじめとし欧州統合に尽力した人々の個人文書を管理している。2008年7月13日、デレメックはブリュッセルへの木と交通事故に遭い不慮の死を遂げた。去年76歳。ジャックル・ゴフは ポーランドにとってはもちろんだが、フランスにとっても、知識人にとっても、あまりにも大きな損失であるとし、ジョゼマヌエル・ドゥラン、バローゾ欧州委員会委員長は、将来の世代に、ブローニスワフ・ゲレメクを自由な精神、あらゆる抑圧からの解放の力強い象徴として、想起してほしいと語った。ありがとうございます。